感想。最高です。最高。口の周りにすごくつくな。今日はですね、こちらのバッテンオヤジ目新店に来ております。スペシャルゲストをお招きしております。今日のスペシャルゲストはこちらです。あ、こんにちは、ただいま10周年を迎えました、薩摩建設ハヤトの監督をしております富山と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。10周年おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日はですね、僕は、ラーメン100杯目、そして薩摩建設ハヤト10周年、はい、でバッテン親父さんは乗船店ですけども30周年ということで。30周年おめでとうございます。若い頃からよく食べに行っておりました。あ、そうですか。はい、はい、そういうことで、食べていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。鹿児島市市立病院天庭から徒歩5分くらいのところにあります麺屋バッテン親父さんにお邪魔してます。こちらがバッテン親父さんの券売機になります。私はこの中から赤丸豚骨ラーメン、富山監督は混ぜそばの辛口をオーダーしました。今回はこれをペイペイで支払います。この度は、はい、薩摩建設ハヤト10周年おめでとうございます。おめでとうというか、まあ、なんとか10年やってこれました。皆様のおかげだと思います。ありがとうございます。これからの薩摩建設ハヤトの展開っていうのはどんな感じになりそうなんですか。多分ほとんどの鹿児島県民の方、薩摩建設ハヤトという名前は知られるように、まあ、10年続いてきたので、はい、なってると思うので、まあ、どっちかというと薩摩建設ハヤトが主役というよりも、はい、薩摩建設ハヤトが鹿児島のいろんなものとかいろんな人とか頑張っているものを応援するよう なんか存在になっていけたらいいなと思います。富山監督、はい、普段ラーメンの方は、まあ、ラーメンが僕も大好きでして、お、はい、もちろんここもまだハヤトが始まる前から乗船店の、はい、お父さんの方には大変お世話になりまして。そうなんですか、はい、結構まあ市内とかで、まあ、離島からですね、はい、いろんな撮影であちこち行ったりとか仕事からですね、はい、ラーメンは食べ歩いております。あ、そうなんですね。どういった系のラーメンが好きですか。で今はガッチリの豚骨よりは、はい、結構醤油だったりとか、はい、鶏だったりとか、はい、ちょっともう50歳になりましたので、はい、ちょっと体に優しめというか、はい、こう味が、はい、こう優しい感じのが好みになりましたけども、たまに美味しいもの食べたいなっていうこってりしたのも食べたい時もあるし、がっつりしたラーメンも食べたい時もあります。なるほどですね。そう、薩摩建設ハヤトの監督をされている富山監督、はいはい、鹿児島ラーメンといえばどんなイメージですか。今も本当に鹿児島ラーメンって地域性だったりとか、地域の素材を使ったいろんな鰹節があったり、マグロがあったり、まあそれこそ鰹があって豚があって鶏があってっていう風に、それぞれなんか豚骨だけだと思われがちなんですけども、いろんな若い人たちが挑戦してそれぞれの文化をラーメンという形で発信しているというところまで含めて僕ラーメン好きなんです。あ、なるほど。まあ、地域性もありますし、そうですね、その辺そのローカル的なそのラーメンが各地にあるっていうのは、はい、どこか僕も薩摩建設ハヤトにちょっと似てるよなっていう部分もあります。ずっと続いてらっしゃるラーメン屋さんもあるけど、若い人たちが結構チャレンジして、あ、 そうですね、でそういうようなまあ味の確率だったりとかも、で、いわゆる若い人こそなんか素材だったりとかこだわってるような気もするし、そうですね、研究熱心な方が多いですよね、はい、バッテン親父さん、食べていき、はい、いきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。鹿児島について熱く語っていたら着丼です、はい、よし、いただきます。うん、どうですか。おいしい。山椒がアクセントで
美味しい。まずはスープから。いやバッテンおやじさんのこのスープ、やはりうまいですね。濃厚でしっかりとしたコクがあり、ニンニクのパンチとネギの香りがしてくるうまいスープです。こちらのスープは豚骨ベースのスープ。個人的には鶏ガラも少し入ってるんじゃないかなというあっさり感もあります。そんなスープからリフトアップして出てきた麺は中太ストレート麺。いやこちらの麺もうまいです。もっちりしていてコシがあります。さらにこの麺にニンニクとネギがめちゃめちゃ絡んできて口まで運んでくれます。麺のもちもち感とネギのシャキシャキ感、そしてニンニクのプチプチ感の食感が口の中で広がってきます。中央に盛り付けたニンニクは300度の高温油で一気に焦がしますので、香ばしいニンニクの風味が楽しめます。さあ私はチャーシューをいただきます。チャーシューを一口でパクリ。いやこのチャーシュー美味しかったんですよね。肉質と脂身のバランスが良く、そして柔らかいうまいチャーシューでした。さあ食べ終わり、スープを飲んでいきます。最後の最後までニンニクとネギを楽しめるうまいスープ、最後は富山監督と一緒に完食です。最高です。最高。口の周りにすごく効くな。味的にはどんな感じで。いや本当に辛すぎず、はい、でもちょっとパンチも効いてて、おうおう、すごく使ったです。富山監督ありがとうございました。ごっつうまかったです。ごっさんでした。薩摩県社と一応10周年ということで、去年はですね鹿児島県警とコラボいたしまして、警察のゆるキャラがたくさん出てくる刑事ドラマを撮りました。警察ヘリが出てきたりとかですね、パトカーでカーチェイスをしたりという。でまた4月からはですね、また新しい挑戦として薩摩県社隼人がですね、鹿児島に眠る財宝を探しに行ったりですね、ツンツンコンコンアイクロがちゃんとダンスの世界選手権に挑戦するといういろんなシリーズが始まりますので、ダンスガチですか。ガチでコンテストするんですか。出ます。すげえというのを始めますので、また皆さん楽しみにしててください、はい。